ヤッホー、コーン大学の皆さん、ご機嫌いかがですか？君のボーカル講習教です。今日のテーマでは、自分の憧れるアーティスト、どんな声でも真似できるようになるためにはどうすればいいのかという具体的な方法を話していきたいと思います。このチャンネルでは、高い声の出し方、発声の理学、ベルティングなどについて話しているので、高い声で自由自在に歌えるようになりたいという人はチャンネル登録よろしくお願いします。で、こういった動画がより多くの人に届くように高評価ボタンもお願いします。それじゃあ早速内容に入っていこうと思うんだけど、例えば俳優さんとか、あとは声優さんっていう、いろんな声真似をしたりとかするじゃんね。で、そういった時にすごく役立ったりとか、じゃあ自分のアーティストさんの声って結構他とは違ってこうだよねってなった時に、その人の発声で具体的にどういう状態になってるのかっていうのも、まあもうほぼ可視化できる状態にして、自分もそれを真似できるような形にするっていうのが、まあ、今回教える方法です。だから結構役に立ったりとか、まあ、自分の好きなアーティストっぽい声を出せたりして結構楽しいので、ぜひ参考にしてみてください。 OK。 で、いくつかのこうステップで分かれるんだけど、一つ目は声帯の動かし方。例えばじゃあディズニーのミッキーとかだったら、声帯がすごく伸びている状態で、こういう状態で、まあ例えば声が低いとかであれば、声帯を縮めないといけないね。こういう状態だから、まあ一つ目は声帯の状態がどうなってるんだろうっていうのを考える。 OK。 で、次の要素で大事になってくるのが喉頭、ここの喉仏のところだね。で、声帯この中に入ってるんだけど、例えばじゃあすごく鼻腔に寄せた時に、こういう声を出したいっていう場合は、喉仏が上がってる状態なのね。そうだから、じゃあ唾とかを飲み込んだ時にこうやって喉仏が一回上がるのを感じれると思うのね。そう、この上がってる時の状態が、こういう状態なのね。そうで、喉仏が下がるとこういう声になります。これはあくびした時とかに、ってやると喉仏が下がるのね。だから、どっちに寄ってるんだろう、この喉仏が下がってる状態に近いのか、喉仏が上がってる状態に近いのかっていうのも聞いて判断するのね。で、じゃあ例えば、おい伸びたみたいな、こういう声だと喉仏が下がってる状態。OK？ から声帯と喉仏の状態で、次に関わってくる内容としては、軟口蓋、この口のこうなぞっていくと、下でね、なぞっていくと奥の方に柔らかい部分がありますと。それによってすごく鼻腔の発声なのか、またはこう上がってて口腔の発声なのかっていうのは変わったりするのね。か、またはバランス取れて両方っていう、この割合に敏感になるっていうのも大事だったりします。だから、喉仏が下がっててこういう状態になって、で、この状態で鼻腔に寄せることもできるのな、こういう声ができたりするのね。そう、だから喉仏が上がった状態です、なんか鼻声っぽいなってなったら、この2つの調整がいります。で、もちろんそれぞれ今までの3つ、じゃあ声帯伸ばす、縮めるの練習もあれば、喉仏を上げたり下げたりする練習とかあったりするし、あとは軟口蓋のコントロールっていうのもする練習もあります。 OK。 で、じゃあ今度4つ目の要素としては、舌、ベロね、ベロをどの位置に置くかによって発声も変わってきます。例えば、じゃあ、出会いと別れ、
このうんと出会いと別れ繰り返すたび心をすり減らす。これ下の位置を変えるだけで、出会いと別れ繰り返すたび心をすり減らす、こういう感じでもうちょっとこもったような音になったの分かったかな。これは下の位置をこうやって後ろに下げてるのね。だから、そういう声にすることもできれば、まあ下の前の方に動いてたりするとこういう風な声にすることもできるのね。そうだから下の位置っていう今までの3つの要素と下の位置を今度はまあこう比較してみるっていうのがまあ結構大事だったりしますと。であとはまあこの4つのポイントをできるだけ全部を意識した状態で、この人はこの設定とこの設定とこの設定とこの設定だなっていうのをちゃんとマッピングする。そうだから鼻腔に寄ってるのであれば軟口蓋下がってるよねとか、鼻腔にも寄ってるけど口腔にも寄ってるっていうことであればバランス取れてるよねとか、こういう声かこういう声かっていうので、まあ、しっかりと喉仏が下がってるか上がってるかっていうのも分かるし、裏声の方に近い発声なのか結構重めで地声に近いこういう声なのかっていうので、まあ、声帯の状態とか分かったりするのね。だからこういったポイントを書き出してみよう。自分の好きなアーティストさんもそうだし、まあ歌ってなると多分意識することがもっと増えると思うから、アニメキャラクターでもいいし、すごく特徴的な喋り方をする人の真似でもいいと思うけど、そのマッピングをするっていう練習をしてみてほしい。そうすることによってまあ、歌全体で良くなったりするのね。でなんでかっていうと、まあ、実際にミックスボイスもベルティングも結局そういうものを分かりやすく名前をつけたものだったりするのね。そう、声帯がこういうバランスで、で使ってる空間共鳴器官はこれぐらいの状態でっていう、で喉仏はこういう感じでっていうのがあるのが、まあ、ベルティングとかミックスボイスだったりするのね。だからただ単にさっき僕が言った4つの項目をマッピングすることによっても、自分の歌い方パッて聞いた時に、あこの人もうちょっとこういう発声寄りだなみたいな、こういう設定に寄ってるなっていうので真似した時にめちゃくちゃどの曲でも歌いやすくなるっていうのがあるのね。だからぜひ、まあ、モノマネ今までそんなやったことないけどっていう人でもやってみてください。これは歌が上手くなるための一つの鍵でもあります。OK? で、そういった設定のバリエーションを自分自身が増やすことによって、どんな曲でもそんなに難しくないように、なんなら簡単に歌えるようになります。OK? で、まあ、プラスアルファで意識するとするのであれば、何を意識するかっていうと、まあ、話すペースとか歌ってるペース、まあ、リズム感っていうのを意識してみてほしくって、例えば人によっては話すペース歌うペースが速い人もいれば、もうちょっとのんびりとした歌い方喋り方とかっていうのをする人がいたりするのね。そういったところまで、まあ、意識してみてください。 OK? それじゃあ今日の動画は以上となります。ぜひいろんなモノマネ練習してみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。